はい、早起きは三文の徳、おはようございます。街頭から始まり和風で終わる変な言い方だね、早起きは三文の徳。今日も車がうるさいです。朝から今朝の7時7分。今日は障子と壁の二刀流、まあ、大谷翔平選手はオールスター出てましたけど、ホームラン打ってましたけどね、すごいですね。まあ、それはさておき、今年は二刀流じゃなくて一刀流なんですね。ピッチャーの方はやってないということで一刀流でやってるんですけど、それでもすごいですね。すごい。武尊富士いきなり大相撲、武尊富士なんか今場所も休場みたいで最後まで出れそうにないですね。幕下陥落ですね。すごいですね。初入幕、なんだ、初優勝して大記録作って幕下転落もまたこれ記録ですね。で、彼は記憶ではなく、あ、記録ではなく記憶に残りたいって言ったけど、まあ、記録も作りながら記憶にも残りそうな、まあいいや、それはさておき、相撲も始まりました、オールスターも始まりました。で、それはどうでもいいんですが、障子と壁の二刀流、これは家には障子もあるし壁もあるしっていうか、今壁はあっても障子はないですよね。障子のある家はすっかりなくなってしまいました。まあみんな和風じゃなくてね、洋風の家になっちゃったから障子のある家って本当になくなっちゃったんですが、昔障子があると私の子供自体も障子に穴開けちゃうね。せっかく張り替えてもすぐ穴開けちゃ う指ちょっとなめなめしてね、こう穴開けちゃう。で、そうすると向こうが見えるんですね。障子に目ありね、壁に耳あり、障子に目あり、まあそれが言いたかったんですけども、障子は穴が開くんですね。で、昔はなんで障子だったかっていうと、その壁をやるほど部材がなかったから紙貼るしかなかったっていうねのもあるし、やっぱり紙ってのは非常に良かったんですよね、素材としてね。だから障子っていう文化があったし、でさらに襖っていうね文化があったんだけど、やっぱ襖の方がやっぱりね、部材はいろいろ必要になるわけ。障子の方が楽なわけね。骨組みだけやって紙貼りゃいいんだから、で汚れたら貼り替えりゃいいわけでね。で、障子穴開いて障子も貼り替えられなくなると、もうこれはね、正直お金がないということになって障子も張り替えられなくなるんですが、もう穴だらけの障子になるんですが、そうじゃなくて穴の開いてない障子に穴を開けて、そこからこう覗くんですね。で、こういうやつは結構昔あったのね、覗き穴から覗くという、最近もう覗き穴から覗くっていう習慣なくなっちゃったんじゃないですかね。昔は結構あったんです。で、和風の家だと、あの襖に壁、耳当てたりとかね、いうこともよくあったし、で壁に耳当てたりとかね。で、昔古いアパートだと、まあ、隣の音が聞こえちゃうから、なんかこう耳当てて聞いてるというね、こともよくあったわけね。で、障子に耳あり、障子に耳ありじゃ、壁に耳あり、障子に耳ありっていうことで、目と耳の話をちょっとしようと思ってるんですけど、で、やっぱりこう、他にさ、例えば、障子に鼻ありとは言わないし、障子に口ありとも言わないわけでね、やっぱ耳と目なんだよね。で、耳と目っていうのはやっぱり情報をこう、キャッチする。でも鼻も情報をキャッチするし、口も情報をキャッチするんですよね、舌とかね、味をキャッチするでしょ。味覚、聴覚、視覚、嗅覚、触覚。これ五感ですよね、5つの感覚器官。目と耳と鼻と口、舌、ベロと、あとは手とか皮膚ですよね、これだけのセンサーを持ってるわけです。我々人間はね、センサーを持ってる。で、実はこれを人類とか生物の進化の歴史の中で見てみると、どういう順番で何がこう発達してきたか、触覚、味覚、聴覚、嗅覚、もう一個何だった、味覚、はい、五感ね。これ結構ね、進化の生物の進化のプロセスの中に置いてみると、いろんなことがこう分かってくるっていうねことなんですよね。障子とか壁ができる前に生物は、耳や目や、味や匂いや、あと触覚ね、皮膚感覚を身につけてきたんだけど、これどういう順番か知ってます？あの、耳と目どっちが先かっていう。で、一番最初やっぱり皮膚感覚なんですよね、これね、皮膚感覚。これそれこそアメーバとかもそうだし、なんだ、ゾウリムシとかもそうでしょ。触覚を持って、触覚ね、触覚がやっぱり最初に発達するんですよね、触覚ね。で、さらに今度は光を感じるようになるんですよね。これ 目までいかないんだけど、光の方に集まるって、これ昔やりませんでした？ゾウリムシだかミドリムシだかね、光の方に集まってくるっていう。だから光の方向が分かると明るい方に行くってね、で、これは目にはなってないんだけども、光センサーは身につけて、これがいずれ目になっていくわけね、だんだんね。で、目ができたっていうのはカンブリア大爆発って言って、カンブリア紀に一気に目ができるんだね。一気に目ができるって変な話ですけど、目を持つ動物が出てくる。で、目を持ち始めた動物、いろいろ言われるんだけど、まあ一個有名なのが三葉虫ってね、三葉虫っていうのが結構有名なんですが、まあこの話はまたいずれどっかでしようと思うんですけども、で、目はカンブリア紀にできるわけ。じゃあ耳は、これ実は耳の歴史は意外と分かってないんですよ。で、耳にもいろいろあって、耳にもいろいろある。人間みたいな耳はこれ結構精度の高い耳で、耳の中に骨があったり、鼓膜ね、鼓膜がいつどうやって発達したのかっていう話もあって、で、鼓膜には2系統あるんじゃないかとかね、人間みたいな鼓膜と、それこそなんだろう、昆虫のような、昆虫って耳がいっぱいあるって知ってます？昆虫、バッタなんかはお腹の脇に耳が何個か知らないけど、耳がずっと穴開いてて、そこが耳になってるね。で、昆虫やっぱり鳴き声でこうお互いにやり取りするもんだから、耳が発達してんのね。で、目も発達してますけどね、昆虫ね。で、
で耳の発達って意外とね面白いんで調べてみたら、で目と耳どっちが先かってこれすごい難しいんですよね。どっから目だっていうかどっから耳っていうかっていう問題もあるんだけども、で鼓膜がなきゃ耳じゃないのかってそうでもないのでね、で どうもこれ調べてみると目より耳が先のようなそうでもないような、でこれ最新成果ではミミズのような、ミミズはね光はわかるけど耳はないって言われてたね、聴覚はないって言われてたんだけど、ミミズも聴覚あるんじゃないかみたいな話も出てきたりとかね、でそれは皮膚で音を感じるんだとかねいう話も出てきたりするわけね。で味覚とか嗅覚ってこれ意外とね後なんですよね、意外と後で、例えば生物はもともと海に住んでたわけね、陸上は住める環境じゃなかったんで地球がね、何十億年前ですけど、あの海の中で生物は生まれたわけですよね。でそうすると海の中では味覚いらないわけですよ、嗅覚もいらないわけですよ基本ね。で触覚があればいい、でしかも結構深い海に住んでたもんだから光もあんまり届かないっていう、でしかも音もないわけですよね。だからこう発達しないわけ、で唯一発達したのはやっぱり触覚なんですよね。で障子と壁からだいぶ話が遡りすぎてしまいましたが、この目と耳ね、とりあえず進化の歴史は置いといて、その目と耳っていうのは実はね情報を得る上ではとても重要で、なので、障子に鼻ありとかね、障子に舌ありとかね、言わずに障子に目ありなんだよね、で壁に耳ありなんだよね。でそれ何やってるかっていうと情報を集めてるのね、情報を集めてる、犬は鼻でね情報を集めるかもしれないけど、なんかことわざないかな、味覚で赤ん坊とか犬も結構下ベロ舐めるよね、ペロペロね、鼻でクンクン匂い嗅ぐね、うちのワンコはもうおしっこの匂い嗅ぎ回るしね、舌でも味わうしテイスティングするんだけども、困っちゃうんだけども、やっぱり舌と鼻が犬なんかは結構発達してんだけど、でも耳と目もすごい発達してますよね。で人間はやっぱり実は視覚、今何で情報を受け取るかっていうと視覚が8割近いそうですね。でそれでその次は耳だそうですね、耳、これ研究成果がある。でその次が匂い、そして味という形で、実は五感をずっと発達させてきて、あで触覚が最後ぐらいになるわけね。で昔やっぱり触覚しかない時代で、そこに光を感じる、音を感じるみたいなのが出てきて、で、味を感じるとか匂いを感じるとか、いろんなセンサーがね、五感センサーが発達するわけですけれども、今我々は目に8割型依存し、耳に2割ぐらい依存して、で残りのなくなっちゃったね、目に7割耳に2割だとすると、あと1割ぐらいを嗅覚と触覚と、味ですね、味覚で感じてるという、ね、ことで、もうちょっと他のセンサーも使った方がいいんじゃないかと。障子と壁の二刀流じゃダメで、触覚、やっぱ肌感覚大事ですよね、触覚ね、それから味覚嗅覚ね、これももうちょっと鍛えないといかんのじゃないかなっていう、障子と耳だけ、障子と壁だけに頼ってるからちょっとおかしくなっちゃうんじゃないかななんてね、気にもなったりするんですが、何の話してるかわからないと思いますけれども、二刀流じゃダメなんだとね、五刀流ぐらい目指さなきゃダメなんじゃないかってね、そんな気がしているということで、障子と壁の二刀流中身がなかったけど和風で終わりたいと思います。ではまた。